はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆゼッコです。それでは今回なんですけども、2021年1月中旬キャッシュレスお得キャンペーンまとめということで、今回はキャンペーンまとめ動画ですね。ここ最近ですね、ほんと僕の動画見てくれてる方ならわかると思うんですけども、いろんなキャンペーンが発表されたので、今回は簡単にまとめてみました。まあ、今週からですね、ほんと嬉しいぐらいキャンペーンがたくさん始まるので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、今回まとめたのは、1月中旬のお得キャンペーンまとめということで、まあ、中旬というよりかは、もう今発表されているキャンペーンのまとめですね。では早速ペ、PayPay ペから行ってみましょう。まずペ、PayPay ペでは、もうこれキャンペーンすぐ終わるんですけども、PayPay ペペジャンボ一等最大全額戻ってくるキャンペーンですね。あとは、ネット利用時に PayPay ペペ残高での支払いなら、一部のストア限定で最大20%戻ってくるキャンペーンというのが開催されています。これは、1月の11日までとなっておりまして、残高払いを行うことで5%、10%、20%戻ってきたりですとか、あとは僕がおすすめするのは、サンプル百貨店というのが ああるるんでででですすすけどもももここれれば10% 1 11戻ってきたりししまま参加される方は1月の11日までですね続きまして、こちらは銀だこのキャンペーンなんですけども、PayPay j a 1等債で1000%戻ってくるキャンペーンということですね。こちらのキャンペーンは、対象の支払い方法として、残高払い、YJ カード、あと後払いも対象となります。3等であれば5%、2等であれば100%、そして1等であればなんと1000%戻ってくるということですので、もしね、銀だこ利用される方は1月の21日までのキャンペーンとなっております。続きまして、こちらのキャンペーンが今度ですね、火曜日からスタートします。PayPay j a 全額戻ってくるということで対象のお店がペイペイモールであったりとかヤフーショッピングこういったところが対象となりまして残高払いを行うことで2 10 100まで戻ってきます期間自体がね1月12日からスタートした後に2月28日までの結構長めのキャンペーンとなってますんでまあペイペイモールヤフーショッピングでお買い物検討されてる方はここ狙ってもいいのかなと思いますで個人的におすすめなのは5の付く日であればちょっとね還元率アップするのでここも結構おすすめです次はこちらタリーズとペイペイのキャンペーンですねタリーズコーヒーでペイペイジャンボ全額戻ってくるキャンペーン ということで。 こちらのキャンペーンですね。1月12日からタリーズで PayPay ペペ決済できるんですけども、キャンペーン自体は1月の15日からとなっておりますんで、もしね、タリーズで PayPay ペペ決済される方は、ここは気をつけてください。次は PayPay ペペとデマイカのキャンペーンですね。PayPay ペペジャンボを全額戻ってくるキャンペーンなんですけども、こちらは期間が短くて、1月29日から1月の31日までの3日間の間、デマイカで PayPay ペペ決済したら、もしかすると2%、10%、100%が当たるかもしれないということですね。で、続きまして D 払い、そして D ポイントのキャンペーンですね。こちらね、先日動画にもさせていただきました けども丸亀製麺で D 払い決済をすると最大20%戻ってくるキャンペーンということでこちらですね対象のお店が丸亀製麺プラストリドルグループというところもですね対象となりますですけども一部対象外のお店とかとも結構あったりするので必ずですねここはキャンペーンページをチェックした上で参加してみてくださいまあ、これ以前の動画でも言ったんですけども僕がちょくちょく利用しているお店が対象ではなかったりしたのでもしかするとご自身が住んでいるお住まいの地域の丸亀製麺もそういった場合もあるかもしれないのでここは必ずチェックした上で。 1>, 1月12日から参加してみてください。こちら1月31日までのキャンペーンとなっております。続きましてこちら、ファミリーマートと D 払いのキャンペーンですね。初めて D 払いでファミリーマートで決済されたら20%還元。で、これまでですね、D 払いを利用したことがある方に関しては10%還元キャンペーンとなっております。で、こちら対象のお店が全国のファミリーマートで、で、上限が1回に500ポイントまで。で、期間中トータルで1000ポイントまでとなっております。で、このキャンペーンに参加するときに必ずですね、お会計時に D ポイントカードを提示して、その後に D 払いで決済したら、これで10% 10%もしくは20%の還元を受けることができますんで必ずここは忘れないようにこの順序を行ってくださいこちらのキャンペーン1月の12日から2月1日までとなっております続きまして D 払いとコカコラ自販機高ーコンペのキャンペーンですね高ーコンペと D 払いを連携してそれで高ーコンペで決済したら30%戻ってくるキャンペーンということとなっておりますで上限が500ポイントとなっておりますんでまあ普段からね高ーコンペ利用されている方はぜひ D 払いをこのタイミングで使ってもいいのかなと思いますキャンペーン自体結構長くて1月12日 かららスターートしてて2 28月月ののの日ままでの1ヶ月ちょっっととぐらいのキャンペーンペなっております続きまして、こちら、エンタメ系ネットのお店で D ポイント20%還元キャンペーンということで、こちらですね、まあ映画館とかそういったところでお買い物すると20%戻ってくるキャンペーンで、こちらは1月の11日までとなっております。あと、こちらももう終わりますね。D ポイントスーパーチャンスありご搭載ですね。結構長かったんですけども、こちらも1月11日までとなっておりますんで、まだミッションクリアしてない方はですね、チェックしてみてください。 次は a u p a です。a u p a ではまずこちら、ケンタッキーフライドチキンで最大20%還元キャンペーンですね。こちら現在開催中で1月の31日までとなっております。で、こちらもですね、まあ、対象外のお店っていうのがあるので、ここも必ずチェックしてください。で、上限なんですけども、1AUID あたり1回に500ポイントまで、で、期間中トータルで1500ポイントまでとなっております。で、次にこちら、スーパーマーケットと a u p a のキャンペーンで最大20%戻ってくるキャンペーンということなんですけども、こちらも対象外のお店があったりするので、事前に チェックをしててておおいいくださいででででで上限が 1AUID 1あたりり回に500 3000ポポイインントトままま期間中となっておりますこのキャンペーン次第は2月3月までいろいろまだ開催されるので結構楽しみなキャンペーンとなっております。次はこちら AUPay とローソン銀行 ATM のキャンペーンですね。こちらですね。まあ、ちょっと詳細はまた後日ちょっと動画にしようかなと思います。キャンペーン次第は1月の12日から2月の28日までの結構長いキャンペーンとなっております。次は楽天 Pay ですね。楽天 Pay ではこちらですね。期間中に 楽天ペースイカに楽天ポイントをチャージすることで2人に1人、まあ、抽選がありまして、全額還元というようなキャンペーンとなっております。で、上限が1000ポイントまでとなってますんで、まあ、これは気軽に結構参加できるのかなと思います。1月の31日までとなっております、キャンペーンは。次はメルペーですね。まあ、メルペーなんですけども、これっていうようなキャンペーンは特になかったんですが、以前ちょっと紹介したね、クーポンがちょくちょくあったので、まあ、有効期限切りに注意した上で利用してみてください。僕はたまに切ら出すことがあります。で、次はラインペーですね。ラインペーね、先日動画にもさせていただきましたけども、ビザライン で、プリペイドカードを iPhone ですとかアプローチに設定した方限定となるんですけども、期間中に初めて登録をしたら LINE ポイントが200ポイント。そして期間中合計2000以上 Apple Pay で決済したらなんと LINE ポイントが1000ポイントもらえるキャンペーンとなっております。で、期間が結構短くてですね、1月の15日までとなってますんで、まだ参加されてない方はですね、ぜひ今のうちにサクッと参加してみてもいいのかなと思います。ですけども、まあ、ここ注意点なんですが、動画でもお伝えしたように、キャンペーン期間前に登録された方ですね、こういった方々は対象外となりますので、ちょっと僕 僕はそれに該当するんですけども、もしね、参加される方はですね、ここは気をつけてください。次は J コインペイですね。J コインペイでは今こちらのキャンペーンが開催中でございます。冬の三大感謝祭ということで、毎日100円以上お買い物するごとに50円分が付与されたりとか、あと紹介することによって上限5名様までなんですけども、500円がもらえたりとか、そして1000円以上送金することによって200円付与されたりと。結構 J コインペイではかなり大盤振る舞いなキャンペーンが行っておりますんで、まだ参加されてない方はですね、サクッと参加してみてください。で次はファミリーマートです。 こちらファミリーマートのファミテのキャンペーンなんですけども、ちょっといろいろキャンペーンあるんですが、一応2つだけ引っ張っております。まず1つ目は、新規登録をすることによって、500円分の ファインペイボーナスがもらえる。さらにそこから新規登録した方限定にはなるんですけども、抽選で888名様に8万円分が当たるキャンペーンというのがあります。まあ8万円分って言ってもファインペイボーナスなんですけども、もしね、新規登録検討されている方はですね、この1月12日からを狙ったらいいのかなと思います。で、次こちらですね。半額戻ってくるキャンペーンということなんですけども、まあファインペイがね、かなり大盤振る舞いなキャンペーンを開催する予定ということなんですが、開催される加盟店によってはキャンペーンのスタート日程というのは変わってくるんで、ここは気をつけて 欲しいんですけどもまずファミリーマートの店舗で50%還元キャンペーンは1月の19からスタートしますでドラッグストアのキャンペーンに関しても1月の19から1月の25日までとなっております次にファインペイと飲食店のキャンペーンは1月の26からスタートしますであともう一つ家電があるんですけどもここは1月に含まれておりませんのでとりあえず今この3つだけ紹介させていただきましたであとですねこれ前回ちょっと動画でお伝えするのを忘れたんですけどもこのキャンペーン期間終了時点で銀行口座かファインマティーカードクレジットカードの方です これをファミペイに登録されている方のみが、この半額キャンペーンに参加することができますんで、まあファミペイと銀行口座紐付けれるものって結構限られてくるので、まずこれにちょっとね、該当してるかどうかっていうのを今のうちに確認しておくのがいいのかなと思います。もしこれができてない状態でね、参加するって言ったのは、還元受けることができませんので、ぜひですね、事前にチェックをお願いします。 もしかするとまた動画にするかもしれません。で、あとこちらも開催中ですね。ファミリーマートで、水曜日と土曜日なんですけども、D ポイント、楽天ポイント、T ポイントがポイント2倍でもらうことができます。これ、それぞれね、キャンペーンの各エントリーが必須となってますんで、エントリーを行った上で、水曜日か土曜日で決済をしてみてください。あともう一つ、こちら JCB カードのキャンペーンですね。こちら、セブン11で JCB カードで、まあ、決済をすると、なんとポイントが10倍戻ってくるキャンペーンとなっております。で、事前にですね、ポイントアップ登録が必要ということなんですけども、その専用ページでエントリーみたいなものが必要す。 となってますんでこれを行った上でジェシビカードでセブンブンで決済をしてくださいまあ、10倍ということなんですけども実質5%還元なのでここは間違いないようにお願いしますはいということでとりあえず最後日程だけまとめましたざっとこんな感じですねちょっとこの並び久しぶり見た感じがしますねこの量というか結構ね1月始まっていろんなキャンペーンまだいろいろ開催されてはいたんですけども ドカッと増えた感じはありますよね。で、個人的に参加しようかなと思うのは、PayPay ペペンボ m そして PayPay ペーペーールヤフー y a ッピングのキャンペーンですね。これが1月の12日からスタートするので、これはちょっと使ってみようかなと思います。まあ、あとはね、今ちょっと寒い時期なので、丸亀生命の20%還元も、まあ、全部いけるか、上限までいけるかどうかっていうのはちょっと難しいかもしれないんですが、ここもいい感じに使おうかなと思います。そして、ファミリーマートの50%還元キャンペーンですね。ここもちょっと参加しようかなと思っております。で、あと僕個人的にちょっと参加ができなかった、LINPE の v i s a l i n ペ e プリペード カードですね。このキャンペーンは僕はちょっと参加できなかったんですけども参加できる方はですね、ぜひ、まあ、iPhone、Apple Watch ユーザーの方に限るんですけども参加してみてもいいのかなという風に僕は思っております。あとは au p のスーパーマーケットのキャンペーンもちょっと羨ましいなと思いますねちょっと福岡が対象の店が全然ないので、まあ、ぜひですね、ちょっと簡単な2点の一覧にはなるんですけども、参考にしていただければなと思います。まあそんなこんなで今回は1月中旬お得キャンペーンまとめということで簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました結構ね、ここまで数が多い いとまとめるのも大変なんですけどもちょっと嬉しい悲鳴だなという風に思いますねで今週からまだいろんなキャンペーンが始まる中で僕がまだ動画にできてないものもちょくちょくあったりするのでまた随時ね動画にしてお伝えをしていこうかなという風に思っておりますで今お伝えしたキャンペーンの中で動画で僕が紹介しているものもあったりするのでぜひ過去動画も参考にしていただければ幸いですということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました